熱海市の土石流災害で盛戸土の所有者に対する行政側の対応を検証するため県はきょうから職員の聞き取り調査を始めました調査は午前9時から始まり難波副知事らが盛戸土が造成された当時の県の職員から聞き取りを行いました県によりますと調査の対象となるのは県土地対策課や 県東部農林事務所などの現役職員と元職員およそ30人です熱海市の土石流災害をめぐり県は起点となった森戸の現在と前の所有者に対する行政指導に問題がなかったか調査を進めていて今回の聞き取りもその一環です聞き取り調査は今週いっぱい続けられる見通しです